よ、行くんだよ、おい、そっから行け、まくれ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 、あーブロックされた、まくれまくれよ、ニッタまくってくれよ、おい、ニッタニッタニッタ、何やって、まくれまくれ、そうだ、まくれまくれまくれ、ニッタまくれ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 、ニッタニッタ、うわーまくれ。しかない少なくとも今日生き延びるためにお前の言うとおり抗えるもんじゃない、くじなしの俺はいますよね、川口オートレースじゃ寒い。寒い。4号機のミリオンゴッド以来じゃないかと思う。そう、もう今日という今日はね、もう負けるわけにはいかないからね、今までのね負けをね、何が何でも絶対に取り戻そうと思ってきた。視聴者さんの方にお会いしました。おはようございます。おはようございます。今日何時から並ばれました？6時半ぐらいかな。そうだって、私あの一番伺いたかったことなんですけれども、今日はズバリどの選手が来ると思われますか？青山選手が来る。なんで青山選手が来ると思われますか？やはりあのここ一番のスタート、スタートね、はい、外さないですから。なるほど、青山選手が頭は硬いんじゃないかと。頭は硬い、なるほど。どうでしょうか？僕は、俺も青山かなと。青山選手、頭は硬い。青山選手、一枠の青山は強い。一枠の青山選手は強いだけども、はい、気持ちとしては、はい、三枠清太郎にやっていただきたい。あ、なるほどね。じゃあ
まあ圭一郎のパターンもあれば、なるほど、アーラオのパターンもあれば、はい、声掛けどうもありがとうございました。ありがとうございます。視聴者の方にお会いしました。お声掛けてくださったどうもありがとうございます。はい、私の動画はクズ犬ポチの公営競技生活さんから見てくださったそうです。ポチさんありがとうございます。じゃあ今日は優勝戦は誰というふうに考えてらっしゃいます？いやっていうかもう現実的に考えたら、はい、もう青山周一しかいないですよ ね。現実的に考えたら、考えたらですよね。でもそれは買うけどやっぱりちょっと面白い鮭、面白いね剣も狙っていきたいなっていう感じですね。そうですよね。それでもし来てくれたら嬉しいなっていう、いい年の締めくくりになるな。そうですよね、本当に本当にもう、はい、わかりました。どうも今日はありがとうございました。本当にお声かけてくださいましてありがとうございます。頑張ってください。はい、私も頑張ります。ま、はい、良いお年を、ぜひお目にかかれたら良いお年を過ごしください。ありがとうございます。圭一郎って先に行かないと抜かれちゃうんですか？前がいて、はい、抜けなくて、はい、もじもじしてると、はい、後ろでやられる。後ろでやられるのか。視聴者の方にお会いしました。どうもいつも動画見ていただいてありがとうございます。これ見てちょっとこれおっちょおいしいな。おお、長いしそう出てる。3号車高橋光 3.264号車森勝幸3.26。森がいると 3.26号車有吉達也3.30。長い来んだろう。長い3.25 出して内側大好きなんだろう。長いオッズは、あーもう内側で売れてる。123、132、124。なんか選手の名前とか呼び捨てにして本当にすいません。私興奮すると呼び捨てにしちゃったりとかして本当に申し訳ないです。でももちろん選手として私はすっごい皆さんを尊敬してますよ。もう大好きですよ。大好きじゃなかったら自分の身銭切ってこんなこと毎回毎回やらない。長い選手なんかスタート遅いな気もするけど、でも一番時計でしょ。そうなの。昨日のレースエンジンは悪くなかったが走路だけにうまく乗れなかった。乗り手の問題ですねとおっしゃっていました。中村、今日は昨日のレースで接触しているためフレームを扱ってエンジンは昨日中村ないってことか。2位ないってことか。スタートは浅れてきて出がもう少しなのでクラッチを扱ってレース行ってみるとのことでした。タイヤは初日3日目に使ったタイヤで3走目です。じゃあそのコメントだったらないってこと。高橋光選手、昨日のレース濡れている 1,2 コーナーうまく走れたしエンジン状態悪くなかった。今日は昨日乗れたから良くなっていることを期待し て期待してる。昨日の状態をベースに音を聞きながらセッティングを合わせていて自分のインドの音で検査に出しています。スタートはクラッチ扱って朝は浮き気味になったが悪くないとのことで、タイヤは昨日のタイヤで2走目です。森は続いて4号車森勝幸選手、昨日はシリンダーピストンを交換してレースに行き4周目からタイヤが食いついていく感じはあったがエンジンは良くなかった。じゃあダメか。彼のエンジンに関しても超罰ではないとおっしゃっていました。じゃあ森もない。今日は冷えるのでわからないがパワーが出る方向でキャブを調整しています。浦田は続いて4号車浦田慎介選手、うん、エンジン状態は今節悪くないが全体的にもう少し欲しいとおっしゃっていました。もう少し欲しい。今日は3台の幽霊で乗ってよかったセットにしています。スタートはタイミング見えていないし見えてない、良くないとのことで浦田選手もダメ。昨日雨で降りて6号車有吉達也選手、有吉だ、有吉はどうなんだ。良かった、うん、で今日は昨日のエンジンで ちゃんとした晴れを走ってみたいとのことで今日は昨日の状態のままレース行ってみるとのことです。なるほど。スタートに関しては今節切れているし切れてるのか。今日の練習でもいいスタート切れたとのことでタイヤは2日目3日目に使って羽のなかった3層目のタイヤです。16、12で行くか。
選手、うん、篠原どうなんだ。昨日のレースいつものブチの感じでは乗れなかったが、晴れのエンジン状態は日に日に良くなって、今節自分なりにはエンジンまあまあいい状態。マークカードをお入れください。ありがとうございました。と長井頑張れよ、長井行けよ、本当に。長井頑張れよ、長井マジで長井頑張れよ、本当。2連単167もしか買ってないから、本当に今度今日という今日は勝ってくれよ、本当。長いマジで、お前インコース大好きなんだろ、お前頑張れよ。もうずっとやられてんだからさ、買わなきゃ来るし、買ったら来ないし、マジで来いよ長い。あー来ねえかな、1回ぐらい勝ちてえな、ほんと。いや来てほしいわ、ほんとにマジで。絶対来いよ長い、長い来いよ長い。ドキドキするわ、本当にドキドキするわ。ギャンブルは始まるまでが天国。さあ皆様お待たせいたしました、いよいよ私の初勝利まであともう少しです。永井選手頑張ってください。ランプが消えます。スタートまでは3秒切りました。第10レースのスタートです。しますあー、おい、もう長い何やってんだよ長い、ざけんなよお前、おい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 、おい長いふざけんだ本当に、お前なんでお前ドンケツの方走ってんだよ、おい長い頑張れって本当にマジでさあ。これ行けないじゃんこんなの、無理じゃん、また負けんのこれ、マジ勘弁してよ、もう勘弁してよ、あんだこれ今から抜くの新幹線でも無理だろこんなの、のぞみとこだま以上の差があるんだけどこれ本当に、もうこれ毎回毎回川口に来ても大養分なんだけど、私本当になんだよこれ、ボートレースか、ボートレース平和島かこれ、ずっと回ってるだけじゃん、無理だこれ、無理だよこれ、ボートレースになってるもん、オートじゃなくてこれボートだって、ああもうこんなに差があるってどういうことこれ、ああもうこれまた大荒れか、これこれ荒れてんだろこれ、バカ野郎ほんとふざけんなほんとに、あもう無理、あもう無理、なんだこれ、なんだこれ、ボートレースだよ、ボートレースの1号艇だよこれ、ボートレースの、マジ長いうざけんだ本当に、お前ボートレース見に来てんだよバカ野郎、お前これボート、おーいゴミ箱、
帰ってきたぞ。またお前の顔見んのか。大晦日もお前の顔見て私の一年が終わんのか。もう長い。ああ悔しい。ざけんなもう本当に。ああ折り返して買っとけばよかったかな。おしんちゃん。